せーの、パジャマでボードゲ。この番組はみんなでとにかくボードゲームをやっていくチャンネルです。わーい、自己紹介します。みんなでわちゃわちゃするタイプのボードゲームが好きです。ゆいです。わーい、次コーヒー。コンポーネントが凝ってるゲームが好きです。コーヒーです。かわいい。はい、マリエッティ。簡単なゲームが好きです。マリエッティです。リエゾー。はい、重いゲームが好きです。リエゾーです。重いゲーム好き。はい、本日はこのコンセプトというボードゲームをやっていこうと思います。はい、このゲームは簡単に言うと連想ゲームみたいなゲームです。はい、本来は点数計算とかいろいろあるんですけど、まあ、今回はあの動画用にその辺は省いて、当てっこゲームとして遊んでいこうかなと思います。はい、はい、じゃあちょっと簡単に1個例を挙げながらルールを説明していきます。せっかくだからね。見えるのかな。はい、こんな感じで映ってんのこれ。こんな感じでカードにはいろんな単語が書いてあります。親はこのカードに書いてある単語をここにいろんなこう記号とか抽象的な絵とかがあるんですけど、この絵をヒントにしながらみんなに当ててもらうっていうようなゲームです。はい、例えばここに今回サッカーって書いてあるので、サッカーを例にしていくと、この見えるかな。分かるよ。横にした方が分かりやすいのかな。こうやって、うん、そうだね。はい、この、キーになるものをどこに置く、ヒントにしたいどこに置いてきます。例えばもうサッカーだったらボールなんで、この球のところですね。球体状のこれアップにしてくれるのかな、うん、アップにする。はい、でこのちっちゃい四角はこれに関連したもののヒントだよっていうようなものなので、これを黒と白のところに置いていきます。はい、そうするとなんか白と黒で構成された球体が出てくるものなのかなっていうのがイメージできるんですね。はい、でさらに例えばこのあたりに、レクリエーションスポーツアクティビティを指す絵があるので、ここに別の色の違う棒があるので、これはこっちに置いていきます。そうするとなんか白と黒の球体使うスポーツなんだなっていうのがイメージできて、サッカー分かった人が宣言するゲームです。はい、回答は順番とかはなくって、基本的にもう思いついた人が宣言したら当たったら勝ちというルールでやってます。分かりやすい。分かりやすい。はい、じゃあもう早速やっていこう。はい、当てっこゲーム。当てっこゲーム。頑張ろう。私親からでいいですか。はい、お願いします。じゃあ始めちゃおうと思います。ちょっと選んでいい？上から好きなの選んでいいよ。いいよ。好きなの選んで選んでいい。見ないようにしないと。そうだよ。見ないようにしてね。難しいよ。でも結構抽象的な絵が描いてあるからね。でなんか あれこれなんかね。あ、そうだ、それ説明して。だから親さんにこういう紙がついてて、なんかそのアイコンのやつが何表してるかとかね、書いてあるんですよ。ヒントはね。そう。なんで率先して説明しようとしちゃったの。説明下手くそなのに。私もインストね、下手なんだよね。でもインストって難しいよね、人に伝えるって ね。 そう、難しい、ね、難しい。で、説明書自体が難しかったりしない？そう、ボードゲームの説明書って全然読めない、ね、あとなんか外国語のものを翻訳するとかが多いから、うんうんうん、日本語として成立してないのとかあって、これどういうこと？そうそうなんだよね。で結局マイルールが生まれて、ほら今日のコンセプトも言うてマイルールじゃん。そう、マイルールなんだよ ね。 サクッとやるためにマイルール作ったみたいな、ね、感じだから、ね、なんかでもそういうマイルールもできてくよ ね。 ね、なんか人によって違ったりするから、だからコンセプトって純粋に連想ゲームがやりたいっていうか楽しいからさ、そうだよね、とかどうでもいいんだよね。わかるわかる。そうなんだよね、得点とか別にいいじゃんって感じになってきがち。まあ、あったら、うん、あの溜まってる人見たらすげえなって思う。そう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 。でゆいちゃん選んだ？なんか最初だから簡単なのにしようと思ったら結構どれも難しくってどうしようと思った。なんだっけ、これ青色が簡単なもので。なんだっけ、赤色が中くらい、黒色がなんかやや難しいみたいなね。ちょっと難易度が違うんですね。そう。なんかね、言葉になってるやつとかもあってめちゃくちゃ分かりにくい。難しいんですよ、うん、じゃあこれにしようかな。はい、はい、じゃあやっていきます。はい、これ動画の人も一緒に考えてもらうスタイルでいいですか。そうだね、ぜひぜひ。はい、じゃあね、最初のヒントは、はいはい、ね、どこにあるんだこれ。挙手したらいい？うん、もう挙手で思いついたらはいって言って答えちゃってください。はい、まずここ、これなんかご飯系かな、食べ物っぽいね。食べ物系だ ね。これ黄色い歯。あ、もうあれだよね、お手つきとかなしで、うん、ガンガンポンポンっていうことね。思いついたら言っちゃっていいよ。はい、あ、これ違います。オムレツ違います。はい、サフランライス違います。はい、オムライス次任せてあげて。おいでおいで。みんな容赦なく言ってくるね。じゃあこれかな。何それ、何
や、これっていうかこっちかな。え、何それ黄色い棒食べ物の、ポテトフライ違います。なんだよこれだと思ったのに全然分からない。え、分からない。え、何、はい、バターバターバター違います。難しい。これとさ、これが共存するの、なんだそれ、ごめん、それが自然の、植物自然、植物自然、はい、バナナ正解。わーい、なるほどね。でーす、そう、細長いを表現しようと思ったら思ったよりなんか円柱だったと思って。なるほど、というゲームです。というゲームです。今回はポイント制ではないんですけど、一応当たった人にこのカードをプレゼントするというプレゼントマイルールです。はい、今回もじゃあ一周で一周しちゃおうかな。じゃあ一周しよう。はい、じゃあこれをじゃあコーヒーに渡すね。これもらいます。はい、入れて、ドッグフードみたいな。ドッグフードね、確かにね。ワンワン。ワンワン。じゃあ、コーヒー。いや、結構難しいんだよね。難しい。でもこれ、置くの楽しいよね。楽しい。ね。そう、でも自分の中で、これとこれとこれで伝わるだろうと思って始めるじゃん。ね、うん、それで伝わらなかった時に、これ以上もう何のヒントを出したらいいのって、途方に暮れることがある。これにしよう。お、早い。多分これ、本当は引いて、ダイスとか振ってやるんだよね。そう、あ、そうだったかも、ね、でも無理な場合よこれ。ね、うん、知らないのとかある。固有名詞が結構入ってるから。うん、じゃあ、うん、これで、それなんだ？動物？動物？動物の昆虫とか？そうだね。生き物だね、じゃあ。生き物。まあ広いね、まだ。茶色い生き物。茶色い生き物？クマ。違います。なんだろう。なんだろう。タヌキ。違います。犬。違います。また細長いね。細長い。違います。でも茶色いんだもんね。土壌。違います。土壌って茶色くなくない？うなぎ。違います。茶色い細長い生き物なんている？茶色だよね。茶色いいよ、己と格闘しない。なんだろう。待って、これ意外とヒント出しにくいぞ。え、じゃあなんで選んだの？いや、いけるかなと思った。盤面にはやっぱ難しいわ。そうなんだよ ね。意外と、え、これないの？みたいなさ、ね、記号がない。でも茶色い細い生き物。カワウソ。違います。だった。次のヒントを待っておるぞ。うん、ワイワイもや。そう、細長いになった瞬間ね、わかんない。争い、武器、戦い。ん？なんだ？出てこない。マングース。サムとマングース。マングースじゃないです。サムみたいなやつ。難しいぞ、難しいぞ。あー、カエルとナメクジとヘビ。え、違う。ない。違うらしい。あ、あ、これじゃなくて、これかも。なんでそれ、トゲトゲしてる。トゲトゲしてる。茶色くてトゲトゲしてて。ハリネズミ。ハリネズミ。あー、当たった。私すごい。すごい。やった。強いね。強い。なるほどね、トゲトゲか。ハリネズミ意外と難しかった。そうだね。え、でもこっちに書いたの正解。正解だった。わかりやすい。なんか針で1本かなと思ったけど、ジグザグあったわ。そうだね。うんうん、あと針いっぱいあるもんね。ね、納得感強い。もうこれで完全に細長い生物だと思うこと。いや、違う。よし。じゃあ私も完全にランダム仕様にしよう。赤いので出してよ。わかった。あの2番目に難しいのに出してよ。ちょっとこれ出せない。いい入れ替えて。なんだったのか。なんか人名とかが結構多い。そう、人名は出てきちゃってて、選んでる間に。普通に知らない人名の時ある。あとヒント昔読むね。バーコードと松任谷由実とパンティーストッキング。松任谷由実なんてどうやって出すのこれ。それを。テレビと音楽とみたいな。松任谷由実とか入ってるんだね。あんま知らないわ。もう片っ端から言うしかないよね。これ難しいかな。これ難しいかな。やってみよう。赤でやります。はい。はい、まず、ごめん、私説明の紙をもらってもよき。そうだね、ありがとうございます。次の人とかに会いたくていいかもね。すごく助かります。ね、はい、まずこれ裏もあるんだよね。これかな。そう、裏もって違うんだよね、内容が。ね、これかな。口。口、あ、もう置いてる。口、そう、置いてた。そう、だから生き物とかとは限らないんだよね。そうそうそう。松任谷由実あったからな。そうな。それ松任谷由実かもしんないもんね。歌ってっから。え、あ、やばい、もう困ってる。これかな。箱？箱？これなんだっけ？箱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 ？物体、物、パッケージ。ああ、ちょっと広いんだね。すごく広い。口のパッケージ。マスク。で、これで。腕。これでもちょっと難しいよ。これ難しい。全然わかんない。これ私下手かもしれない、コンセプト。なんだろう。私、腕。バラバラ殺人。あ、怖い。あ、これは箱に詰められてんのかなって。わかる。これにして、
あれ？あ、これだ。これは別の視点からというか医療行為ね、変える感じ。注射？腕？あー、うん、違う。違うんだ。注射ではない。待って、これあるよ。口があった。歯医者さん。違う。あ、惜しいのかな、惜しいのかな。なんか、なんか薬飲む。違う。ゆいちゃんちょっと惜しい。歯医者さんが惜しい。口周りなんだ。じゃあ虫歯？あー、違う。でも手があるんだもんね、うん、これが何かわかんない。ね、それがね、難しい。箱に入ってる。ん、え、なんだろう。歯ブラシ。正解。おお、正解。なるほどね。そう、物なんだよ。行為ではないなと思って。そうか、そうか。だからこの口に使う物内で、そう。で、なんか手で使う医療器具。なんか、イラストに引っ張られるね。素晴らしい。でも素晴らしい。すごいすごい。難しいや。はい、じゃあこっちに置いとくね。じゃあ次返すね。じゃあこれ今回私ラストの親だね。ね、ラスト親、はい。一ポイント。はい、ポイント。ありがとう。あ、じゃあそのこのカードもらって。おお、やばい。リエゾー黒から。黒から選んでいいですか。黒から。頑張って。でも歯ブラシもちょっと悩んだもん。でもいいヒントだった。確かに。かこの次のヒントが棒とか。うん、にしようかなと思った。うんうん、白とかもやってもいいかもね。うん、歯磨き粉とかね。うん、本当に固有名詞もあるし、あ、本当なんだよね。でも今私2ポイント持ってるから強い。逆転できない。本当だ。じゃあ次勝った人3ポイント。いや、それはダメだ。私が不利だ。待って、ずるい。ずるい。まあね、点数とかね、関係ないからね。そうだね。当てっこゲームは面白い。そう、なんかいつ始めてもいいし、いつ終わってもいいからさ。それ楽だよね。気楽でいいんだよね。なんかこれにする。決めた？決めた。時間かかりまして。はい、いきます。ね、三角錐だ。ピラミッド。早い早い。これ変えてもいいんだっけ？これ黒だよね。うん、変えてもいいんじゃない？三角錐の植物とか。あ、ちょっと私ちょっと早まったかな。あんまり三角錐の植物ってある？そう、説明をちょっとね。あんまりちゃんと見ないでやる。意外と絵でイメージしちゃうと、ここに見た方がいい？書いてあるものと違ったりするからね。こっちで説明するよ、あれなら。植物、自然、草木。私がね、見てないからね、これは嘘、見て見てちょうだい。わかった。あ、でも草っぽい。え、これね、大地、土、成長だった。大地、土、成長するんだ。三角錐、三角錐に成長する植物。はい、園芸用の土に刺す営業剤。違う。そんなピンポイントだもんな。あ、でも黒だからあるかもしれない。まあ、確かに植物。ちょっと待ってね。なんだ、ビニールハウスとか。置き方が違うのかな。置き方が違う。あ、こっちがメイン。まあ、植物とかでもありそうなんだ。塩水っちだ。あ、塩水だと立方体じゃない。塩水の塩水じゃない。出圧。全然わかんない。三角に成長するものってあったっけ？三角に成長するもの。クラッカー。人参。あ、大根。違う。でもそれもっと頑張る。ここに置くはずだ。そう、色がね、ないとイメージしない。しかも黒色だから、これ結構高難度だから。そうだよね。人参みたいなシンプルなのじゃないかも。言葉とかいう可能性もあるよ。あるある。ことわざとかの時あるもんね。あ、ことわざある。あるね。でもことわざだったらこういうのに置いてく気がする。そうだね。言葉系とか。あれって言われても見えないか。大元は植物とかっぽいからね。はい、あ、ごめん、触る。どこ？え？何これ？地球？場所、国、旗。場所、国、旗。場所、国、旗。国がなんか、どっかの国の特産品？色が急に来た。え、地球？地球？青と白。地球？白。空？空？違う。もうこれ以上ないよ。え、これ以上ない？早い。え、これ色が違うのはこれと別ってこと？あ、本当だ。青色で分かんないのか。一緒ってこと？どっちの意味？いや、関連性あるといえば全部あるんだけど、ちょっと一応変えといた方が分かりやすいかな。でも赤で置いてないから、青と直結の話をしてる。国旗とかじゃないってことだよね。これ。え、青と白。もう一回言うよ。これ書いてある通りのやつね。これが場所、国、旗。これが植物、自然、草木。で、こっちが第一、土、成長、うん、で、塩水、青、白ね。なんかどれをこうチョイスするか。第一、土、成長で塩水なの。なんか有名な場所とかかなって一瞬思ったんだけど、私もなんか自然地形の富士山。正解。正解。
しい。なるほどね。うまいうまい。なかなかでもこれがメインなのがちょっと難しいかも。そう、うん、これメイン難しいね、うん、でも確かに青白だね。確かに塩水だね。塩水だわ。いいヒント。この色を何で置いたらいいのかちょっと悩んじゃって。塩水で。そうだね、塩水と水で青白だったら確かに、うん、ここら辺がちょっとなんか、うん、なんか植物的なのを考えたら難しい。確かに確かに。そうだった。あ、でもいいヒント、うん、よかった。素晴らしい。よかった。素晴らしい。というゲームというゲームでした。ではない、うちらマイルールだ、ね、マイルールだけど、もうこれ楽しいからね。楽しみ方を教えてるゲームです。はい、はい、ただまあこれを続けながら得点計算してって一応勝者がね、ね、決まる。なんかいろんなルールがあってチーム戦だとかもできるんだよね。そうだね。人数がたくさんいたらそういうのも楽しいかなって思う。何人でもできるし。想定プレイ人数は4から12だね。4から12の年齢は10歳から。うん。でもこうやって当てっこゲームにするのであれば別に人数制限も特にないしでも大丈夫だと思うし、フラッと来た人が1問だけ遊んでいくとかも ね、できるしね。2人とかでもできるし ね、できるね。なんかだからいろんな遊び方ができるなって思ったこのコンセプトっていうね、うん、ね、うん、お題も必ずしもカードじゃなくてもね。確かにね、遊べたりするし、マイ、マイ、自分のマイ題名みたいな、ね、マイタイトルアニメキャラ縛りとかね。あ、面白い。それやってみたい。今度それやってみようか。やめてみて。まあ、いろんな遊び方ができるゲームだなって思いました。はい、じゃあ本日はコンセプト紹介していきました、チャンネル登録、ツイッターやインスタのフォローもよろしくお願いします。お願いします。せーの、パジャマでボドゲでした。またねー。またねー。